クワーマンです。はい、ということで今日はですね、こちら、まあ、2月5日に導入された、エル・ゴジラ対エヴァンゲリオン、ビスティさんから、出た、まあ、まだ新しいですね。こちら今ね、いろいろとちょっと注目されてる機種なんですけど、まあまあまあ荒い機種なんでね、ちょっとやられないように、はい、頑張っていきますんで、最後までお付き合いよろしくお願いします。で、まずちょっとこのボタンを押すとカスタムが、なんとできるんですね。レバブルカスタム、ゴジラ方向カスタム、違和感カスタムとこうあるんですけど、まあまあちょっと最初なんでね、あのノーマルでいきたいと思います。はい、じゃあお願いします。お、今リールなんかすごくブレた気がします。はい、ということで、まあ、新台ですね。まだ10日ぐらいしか経ってない台。お、チェリーで、これ中段がボーナス柄とかだと強チェリーかな。それ以外はジャックなんで、これジャックですね。で、まあこれは一応ゴジラとエヴァのねタイアップというか、まあそういう台なんですけど、まあエヴァというと皆さんね、最近はちょっといろいろ苦い思い出があるじゃないですか。まあ参拝参拝と呼ばれね、もう早々にちょっとこうホールから消えていった、まあそんなね苦いトラウマみたいな思い出があるんですけど、ただこのゴジラ対エヴァは今僕が聞く限りかなり評判いいです。うん、はい、まあそんなねちょっと一応評判がいいんで、まあ僕も今日初打ちながら期待してね言っております。ということでもうゲーム性いきましょう。今チャンス出てますけど、これバー GG で、これ新色目というね、まあ G 揃いみたいななんですけど、これがこの台にすごく大事で、今ここつきましたね。まあ、この G 図が揃うと、あのいろいろ変異が起こります。戦闘訓練を開始します。はい、お願いします。そこだ、あと力が入ってしまう。でここ一応ゴッドみたいな履歴が5ゲームあるんですけど、まあ、この G 引いた後に5ゲーム間で子役引くと、あの子役が変異しますね。ちょっと子役まず揃わないと。ちょっと待って、あと1ゲーム。おい、なかったことにしましょうか、ここ最初からやりましょう。はい、まあ、ということで、まあ、AT 機ですね。で、まあ、通常時はまずボーナスを目指して、でボーナス中にチャンスゾーン獲得して、でそのチャンスゾーンで成功したら AT という、まあ、そういう流れです。じゃあ、まずボーナスどうやって当てるのかというと、レア役もしくは子役の連続、で、あとチャンスゾーンで、あとゲーム数もね、ゲーム数での当選もあります。まあ、ただあのメインはレア役とか子役の連続で、あとこのチャンスゾーンですね。まあ、大体そのあたりが主かなと、いう感じです。はい、で、まあ、子役狙いも説明しておくと、まあ、いろいろ狙えるみたいなんですけど、まあ、基本的にはバーを、バーの下のチェリーを枠内で、こうなったら適当で、スイカまで滑ってきたら、中右にスイカを狙うと、そんな感じですね。で、レア役は弱チェ強チェ、でスイカは1種類で、あとチャンス目で、さっき言ったその G 新色目かな、まあ、この辺りですと。で、一応子役確率はね、設定差が多分なかったと思います。で、1000円あたりだいたい33ゲームとね、まあ備えに回らない仕様まあ最近の台はもうそうですよね。で、天井がありまして、一応1000ゲーム通常にはまるとボーナスが出てくると。で、もう一個天井があって、ボーナスを8連続スルーかしたら9回目が必ず AT に当選するみたいです。で、朝一設定変更時は、短縮があって、ゲーム数は700にする、天井は、5回かになるはずです。ちょっとお得やね、朝一は。あ、そうそう。で、設定はですね、3なし
L ありの6段階、まあ、6だと 114.9% かな、まあ、かなり、出そうだなという、ね、気がしてますけども。ちなみにねこの台、まあ、あそうそう来てるお店が、大阪、豊中市神崎川近くの大型店なんですけど、エヴァこのエヴァ5時、あ5時エヴァ4台ありますで、まあ、もうすぐ埋まったんですけど、あの昨日の履歴がかなりなんか初当たりこう刻んでて、えこれもしかして当選でみたいなね。で朝一ね大がっくんしたじゃないですかちょっと今ねドキドキしてる、大丈夫かなっていう。まあ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 行きましょう。多分引きでもね出せる台だと思うんで、あこれ今あの緑のインファント島って行きましたけど、これね広角、示唆かな、まあ、広角です。でそう内部的にモードが通常広角超広角とあって、それぞれ上に行けば行くほど、ボーナス当選率がアップしたりします。ゴジラ対エヴァンゲリオン、あ戻った、あこれは多分通常に落ちたのかな。そこだ、あと力が入ってしまう。でこの子役今ベル出てるじゃないですか、これが3連すると、ボーナス抽選あります、約 4% ベルリプレイの3連で 4% で4連すると 22% で5連すると、ボーナス確定です。でレア役だと、2連すれば 22% 3連でもう確定。でそんなんしなそうじゃないですか、レア役3連とか。でもそれがねこの G 新色目からの増殖変異とかっていうね、子役引いたら2つになるやつがあるんですよ。そういったのでまあいろいろ達成できるとかね。はい本音がレア役引きたい。まずあー来た、これですこれ G 新色目ね。さっまあ、下段とか右上がり揃いあります。259ゲームさあ、でここでね履歴内で子役引けば変異が起こる。まず子役引くことが大事です。あー来た子役変異。はい今これベル引いたんですけど、履歴はベルじゃなくてこの青いチャンス弱レア役になってます。よしちなみに赤だと強レア役です。まだまだいけるよ。あ違う、ごめんなさい1回だけです確か最初に引いた子役のみ対象だね。いやー広角のステージ降るとき引きたかったね。これもしかしたらもう落ちたかもしれんから、緊急速報です。あ来た、これレア役ちゃう。追加弱レア役ね。何してるのかな。スイカはチャンスゾーンの抽選してますと。これ、これこれこれチャンスゾーンです何なんその飛んでいくとかなしでしょ今のあー来た来た来たありがとう。はい行きました、チャンスゾーン、アスカ VS レイ375ゲーム。さあ行きましょう。でこれが、まあ、10ゲームプラスアルファ継続する、チャンスゾーンで、まあ、2連続引ければ、ボーナス当選っていうね、まあ、あのカラクリサーカスですあのチャンスゾーンと多分似てる、ほぼ一緒かな。最終ゲームで子役引いたらもう確定やし、レア役だとチャンスみたいな。はい、で期待度は 50% ちょいです。いやもう当たっとこう。おい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 、よし、はいこれでホールドなって、次のゲームで子役引けばもう当たりです。ふっいける、
まあ、まだ3ゲームある。あとちなみに GC 職名だともう確定です。強烈 GC 職名は確定。ああ追い込まれた。さあで次かな、これラストゲームでもう子役引けば確定です。ここ大事。ふっどうだ、ふっふっふっとうまうまうま、さっさと帰るわよ。はい、これで成功でボーナス。赤の方がいいよ。まあ、大体紫らしいです。まあ、これが基本エヴァンゲリオンボーナス。はい。でこのボーナスは20ゲーム、で純度5枚なんで大体100枚獲得できると。でこの間にこのラッシュチャレンジ、の取るのを目的にしていきます。目標にしていきます。でリプレイはね。8分の1でラッシュチャレンジ。おお、これは500以上 OK。 ベルはね 0.8% ぐらいなんでリプレイの方が全然いい。割れたらこれラッシュチャレンジ取れるのかな。おお、来た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 、チェリー。これ強チェやったらもう確定です。弱チェでも 30% ぐらいある。うわうわうわ、この中段にボーナス。ジャック、どう？取ってる？ああ、取ってないっぽい。ラスト、なんか冷え。ああ。はい、ということで、引けませんでした。この画面がこれシンジデフォルトっすね。レイが偶数しさ、マリが高設定しさ、ジャック、アスカが高設定しさ、今日。でレイ背景が2以上、エヴァ&ゴジラ出たら4以上みたいなね。あ、羽がちょっと溜まったんですけど、あれが一定ポイント溜まると、ボーナス引いた時に格上げ、なんかそのいいやつに格上げがあるみたいです。で波はまあ結構荒めだと思います。まあ、コイン単価も、3.7 円かな。うん、あるんで、まあグラフもねドーンって出ることもあればゴイーンって沈んでるのもあるし、この宇宙ステージがね熱いらしいんですよ。ボーナス期待度 50% 以上で、しかも当たったら AT 確定らしいんで。出ます。ゴジラが出してみると可愛いんだけど、新進職名が引けてない。90分の1なんですけど、さあこれ多分ちょっとレアよ。あ、引いたんじゃない言うてたらねえ。言霊。さあ90ゲーム、こっからよ。この履歴大事よ。やばい、何でもいい、もう何でもいい、もうベルでもリップでもいい、頼む。なんか終わった。そっか、あー1ゲーム遅いって。もうこの程度遊びしまいなんだから。そう、あ、まあまあまあスイカね、まあ、ああいう悔しいのもあると。何してるのかな。まあ、チャンスゾーン行ってくれたらいい。一応1でもスイカからのチャンスゾーン 20% ぐらい10センチであるっぽいんで。どうだ。あ、さっき入ったよこれで。もう驚かしといても、はい、はい、熱いんかねあのパーティー。102ゲームさあ行きましょう。でここ一応さっき最終ゲームで当たったんですけど、まあ、早めにチャンスゾーンも決めてしまえば、あとはそのゲーム数の上乗せかなに回るんで、まあ、できたら早めに揃えた方が、決めた方がお得です。くそー、また最終ゲームか。いい、ここでここで引けばいい、もう満体。来たこれ。うまっ、マジでうまない、ちょっと。
さっさと帰るわよ。最終ゲームプロでしょう。あ、こっち赤がね揃ってほしいけど、あーだよね。はい、ということで2回連続成功と。まあ言うてこれほんま人身職目が多分ビッグチューム一緒なんで90分の1だと思うんですよね。もうそれ引いたら確定よ。簡単そうでしょ。そう、押し順できたよ今。中右左、中左右、そんなんあんねや。いやこれはちょっと嬉しいな。ということでラッシュチャレンジは確定と。でこっからは一応まあ同じような形でレア役とかその引くとゲーム数上乗せ抽選かなやってるみたいです。うわ来た座った。この時点で多分2角なんですよこれ。1ゲーム増えたんかな。そうな、5ゲームもらえるかな。はい、ということでこれでボーナス終了で、ネクストラッシュチャレンジと。でこのラッシュチャレンジもこのここで引く子役が大事です。レア役引けば AT 濃厚で、リプレイとかベルでも、10何パーでね入るみたいなんで、で固まることもあるみたいです。フリーズね、いきましょう。6ゲーム、ベルでもやってる。レア役引きたいな。お、固まった。フリーズした。なるほど。おー出てばー。うーわぽい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 やー。で AT 当選後は、まあ、これまだ4ゲーム残ってるんですけど、この上乗せ抽選かな、ゲーム数の AT ゲーム数をやるみたいです。ダメか。はい、ということで159枚。このレイは米偶数やったかな。さあでは待望のラッシュに参りましょう。でまずね、最初初期ゲーム数決めるこのゴジエバアタックいきます。これ2ゲームあんのかな。あ、今のゲームでレア役引いてたら多分さらに乗るんですけど、こっちが本番かな。基本50から最大600乗ります。でレア役引ければさらに乗るかも。あ、さらにというかそのね、いっぱい乗るかもっていう。行きましょう。頼むぞ。おー、ゴジラが吠えれば。あ、止めんのか。あ、レア役ではない。50ゲームかな。あーですね。はい、正解。ということで、まあ、50ゲームスタート、ということですね。いやー惜しい。ちなみにあそこで G 新職務引けたら AT のセット数1個追加されるみたいです。だからやっぱ子役が大事やね、この特に G 新職務とかレア役がね。さあ行きましょう。でこの AT は純増5枚でゲーム数がなくなると一応終わりかな。であとここにね G 因子ってあるんですけど、これが G 新色目広角っていうのがあって、まあ、それをちょっと管理してるんですけど、あのベルで溜まっていきます。でこれが60ポイント溜まるとその G 新色広角に行くんですけど、初回は AT の初回は30ポイントになるみたいです。さあでスイカはチャンス抽選やってるよ、通常と一緒。どう？あー行ったかな。殲滅作戦。さあ行きましょう。でバトルに勝てば上乗せで、この相手によって
態度変わって第9種と第5種と第4種と量産機の順に期待できると。まずは相手が大事。あーこれは一応2番目に強いんですけど、まあまああるね。いきましょう。期待度は 50% 約 50% 勝つよね。うーわダメな方の鈍い石持ってきたはい、とにかくまずエティジャボの陣石を貯めるのが大事なんかな。でベルで貯まるって言ったんですけど、ベルレンしたら余計にポイント多く貯まるんですよ。これチャンスやと思うね今。おだいぶ3連したよ。いく2連、3連で上乗せっすねこれ。いやリプレイ引きたい。ちょっとね、レア役とかで、あー来たよ、新職名で、この G 新職名でいろいろ起こる可能性あって、まあ、画面分割、G 細胞活性化、増殖変異、子役変異とね、その順で抽選があるみたいです。分割ではない。あー子役変異か。ジャックレア役になりました。お2連続じゃないこれ。ちょっと待って、 AT 中はレア役で弱は3割くらいだったっけ。10大丈そうか、そういうことか、分かった。とりあえずレア役一応2回抽選あって、ゲーム数上乗せとこのバトル抽選みたいな確かね両方やってたはず。だからさっきのゲーム数取ってさらにこれ取ってるかどうかみたいな。いきましょう、勝てよ。あダメや。あジャクチェは乗ってないね。まあ、ただあの広角移行抽選もやってるんで、弱チェで。そう、通常と広角っていうね AT 中は概念があって、まあ弱チェで移行しますと。あ来た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 、これこれこれです。 GE 下回った。でこっからこの5ゲームかなが GE 新職名が10分の1ぐらい確かになるはず。おおなんだそのスラッシュみたいな。よし、いけた。さあ、でもまだ、お、ああ、そっかそっか、G 引いた後の子役は増殖になったってことですね。どうだ。ああ、また分裂した。じゃあ、リプレイ引こう。ああちょっとややこしいですけど、まあ同色変異で10ゲーム今あってまだ続いてるね。あそういうことか。おおさあこれベルが2連2連で、さあ人因子がたまりやすくなってます。ああ終わった。さあおおレア君これもうちょっと早く引いとけよ。スイカチャンスの抽選どうだ。おお取ってた。よしよし、さあ行きましょう。ここを取らないと終わるよ。ああ一番強いやつや。で一応この突入時に勝利抽選やってて、まあ、そこダメでもレア役中でレア役引くと書き換え抽選やってるみたいです。
いや、いや、マジかよ。2連続失敗。お、あ、これあれかな、キングギドラ決戦あるんですけど、それに行く煽りじゃお。行ったらでかい。行かない。はい、ということで484枚で、この画面がまだ示唆があって、これデフォルトっすね。0号機で偶数、8号機が高設定差弱、2号機が高設定差強、モスラが4以上、エヴァ&ゴジラが5以上、カオル君が出たら六角みたいです。カオル君が相手で、一応終了なんですけど、まあ、これ今赤くなってて、パネルもね今弱点滅してるんですよ。まあ、これが多分だから AT570 ゲーム以内は続いて、まあ、引き戻しのチャンスですよってことですね。なんか面白そうですね、でも今の感じは、うん。さあ、じゃあこれカスタム入れますか。エヴァブルーがアップ、ゴジラが吠えやすい、違和感が出やすくなると。メニュー画面よ、はい、緊急速報です。さあ、じゃあちょっとあのバー狙いもあれなんで、紫7も狙えるみたいなんですよ。ちょっとそっち試していこうかな。で、紫7はだいたい上段付近ぐらい狙って、これが基本形かな、外れ。あ、これ中段止まるとリプレイか弱チェか新食薬。リプレイ、紫7中段からリップリップとこう来たら弱チェみたいですね。で、紫7新食目赤7っていうね、7の3度目が止まると、強チェかチャンス目かリーチ目かな。でその時もこのジャックと一緒でリップリップとこうね中段に並べば強チェみたいです。おー、言うてたら GC 職名268ゲーム。あー、やばい、もう何でもいい引けたらいい。あー、来た。リプレイかジャックチェか新職名、ここにリプレイで弱チェ。あ、リプレイか。はい、強系レアクになりましたと。多分面白いのはこのバー狙いと違って紫7が中下段どっちからも新色目があるとこかな。うん、どっちでも期待が持てるみたいなね、そんな感じだと思います。お、なんだ今。おお、怖い怖い怖い。あー、襲来ドン。はい、280ゲーム、 GSZ 行きましょう。長い。激しい。ゴジラ、そこなんて持ちか。もう一個行こう。毎回ここまでは行くんよ。あー、295ゲーム、やっぱり15、6ゲームやな。あ、でもシンジかな、星さん。さあ、カスタム入れてるんで中出て。長い、赤い、いきます。よし、震えてる。はい、ということでちょっと300ゲーム。あ、このゲームね。
赤がいい、赤が、これあ、これね、ちょっとごめんなさい、あのこれスイカなんですよ。赤7が確か代用なんで、弱レア役ね。おし取った、はい、でこれ6ゲームね持ってチャレンジ。頭で、はい、ダメでした。でシンジはデフォルトね、で羽がたまると。いやこれが続くとちょっとしんどそうやね、この AT 入らへんみたいな。白7の4つ上にチェリーあるんで、あまあまあ枠内狙ってればこぼさないか、まあ、もしくはな代用がねまたあるかもしれないですけど、この白7からみたいなね。あこれそうちゃいます、あ弱地やね、やっぱり白7でもいいっすね。ゴジラ対エヴァンゲリオン、ゴジラは地球の守り神。あーなんだ、なんか引け、こっちの武器。おあー弱地引いたんちゃう、でこれどうなるんやったっけな、あ、強になるだけ、なんかもったいないか感じが、あーなんか引いた、うわ2027や、これなんかレア役指定はあるでしょう、あの画面。あー行きましたね、76ゲーム、GSZ、 おーちょっと待って、下パネ消えた、すげー、いきなり勝った、これ突勝ちみたいな感じなんかな。いやー今のはちょっと痺れたな。あ長かったら赤期待度とかあるんかな、赤になりやすいとか。さあ行きましょう、まあまあこのラッシュチャレンジはね取れてるんで。おうわーどうだ、よしリプレイから取れるのでかいね。さあということで5ゲーム持って、ここよ、ここいくよ、もうベルで 12% ぐらいやったっけ、レア役引けば確定多分。さあ何引いた、気持ちいい、これ気持ちいい、うわー脳がやられる、乗せたいよ、2回目の AT、 ここも引いときたいよね、いや超えろよ、超えろよ、あ、こっからか、あー、出る、どうだ、あー、こぶりか、まあでもあー方向なしか。
はい。うわー、進化か。さあ、チャンスを持ってこい。おー、いった。よしよしよし。さあ、ここね、これ成功すれば10倍チャレンジみたいなのもあるらしいんで、まず1回は成功させたい。おお、来た来た来た。途中に勝利抽選やってて、中でレア役で角界抽選。いけ。あー、こっか、近く至福のっぽいで、あざす。はい、で10ゲーム出せなんですけど、こっからまだあるんですよ。次ゲームかな、あの10倍アップの追撃があります。こっかな。ここで成功すれば、ゴジラが吠えれば10倍になります。で、引いた役でやって、レア役ならもう確定で、リプレイベルでもやっぱ10何パーあるんで、ベルかな、諦めたらあかんよ。10倍でかいよ。あー、まあ4ゲームある。レア役引きたいな。出ろ。お、え、いった。おお。あー、ウルトラセブンっぽい。やば。あー、残り110ゲーム。まあ、純増5枚なんで、もう今でだから一撃500枚乗せよね。あー、たまった。さあ、2回目の GEC。 おお、来た。一発。この G は増殖変異。10ゲーム入りました。だから2倍になっていくやつね。ベルガーや2連。ここでだからレア役とかヒートギターよね。お、どうどうどう、白のな。お、弱チェ2個だった。はい、まず、レア役2連で上乗せ。マジか。おお、今日聞いたぞここで。おお、ポイント、これなんかあるでしょ。あ、超えた超えた。いや、なんとかなってますもん。残り150ゲーム。やばいな、これ。ちょっと。何、もうちょっと。G! 増殖変異あるときに G! どうなのどうなの。なになに、もう、あー、レア役だった。500兵になりましたね。ちょっともうな。出撃。あー、これ熱いやつじゃなかったっけ。でかい。赤い。ポポピー。
はい。いやいやいや、いいニューゲーム。はい。でこっからだからまた吠えるかどうか。これ吠えたら、やばい、叩かれへん。レバー叩かれへん。うわっ。うわうわうわ、マジでちょっと待って待って待って。いや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 。いやもう。残り344、1個だけ言わせてください。純度5枚です。あれや、いや、何や、あ、3連ってことか。ゴチラの方向のせがやばすぎてちょっと頭ついていってないです。1000枚だ。その上位 AT に行く可能性のあるキングバトラ決戦は、まあ基本はエンディング完走していくと思うんですけど、ジャクジェ、あと獲得枚数表示の時とか AT 最終ゲームでレアアク引いたりしたら、そのインディギドラアイコンが出ることあるみたいです。それで決戦行くみたいな。まあ、なールートがね、何個もあるってことですよね。ああ、なるほど。うわ、1400。あとだから650枚入れたんで、それだけあればいけるのかな。うわー、いただち、ちょっと足らんだよね。350枚ぐらい。なんかないか、逆転の後のせとか。おお、10か。今なんか3桁あったからめっちゃ期待したわ。後のせっすね。いや、なんか怒らへんか、これ。ラスト、ギドラ、なんかでギドラ、わー、出てきましたわ。でこれが決戦キングギドラ上位 AT 突入をかけたバトルで、4ゲーム継続、突入時に勝利抽選やってて、ダメだと中で、成立役で各回抽選で、初回の期待度は 55%、 2回目以降は 77% に、ね、上がるんですけど、多分これ初回なんで 55% ですね。で、これ勝てば上位 G 覚醒ラッシュいくんですけど、その期待値が3300枚ぐらい位置であるらしいです、設定。うわー、行きましょう。勝利で G 覚醒ラッシュ。あー怖い、行こう、頼むぞゴジラ。あ、ゴジラちゃう、エヴァか、分かれへんの。あ、ゴジラか、もうよかれへん。リアク、いやー、もう行くの、リアクなし、取っててくれ。うわ、なんか今震えんかった。やっぱりパリッパリー、震えてたって今。さあ、でゴジエバアタックの上位番です。200ゲーム以上最低で、中身は多分一緒、2ゲームで、乗るというね。レア役、1ゲームレア役やで、いきます。白なら揃い、
ベル。あー、ベルか。まあまあここですね。ここでまた乗せるんで頼むぞ。まあ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 、はい、でこっから G カクセラッシュですね。うわー、キンキラキン。はい、でこれ中身は多分一緒です。純増5枚で、ゲーム数消化したら、ここ決戦キングダム確定ってなったんですけど、まださっきのバトルいきます。で今度は突破率が 77% かな、もうちょっとあるかもしれない。まあ大体、まあ、それをループさせて伸ばしていこうよという、そういう上位 AT です。いやー、これを一発目で引けたな。あ、そう、はい。でこっからまあ、AT が終わって、セット数ね、もう一回ループできるかどうかのキングギトラバトルと。はい、で今回は 77% になります。継続期待度、多分抽選の仕組みは一緒ですね。突入時やって、あとの中で書き換え。頼む、 77% やけどもね、まあ、レア役引いといた方がいい。強レア役 G 名だったら確定。お、光ったぞ。弱、それとも G、 この挟んでテンパった方。弱はね 16% ぐらいやったと思う。いやー、いけるやろ、もう。あー、 G、 ちょっと待って、しかもここで G 引いたら、まあ、いきましょう。もこれでーすごいボイデーなんだこの台。はい、で一応2セット目以降は最低30ゲームになります。大きめで、これでまあ戻れるってことですね。白ならね。ああ、ここ始まってるね。でっかく乗ってくれへん、もう最低100。あ、最低じゃ30。ほい、キャッター。まあ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 、オッケー。これで500枚やからね。いやー、 G、 また、自力で引いたよ。あー、来た、 G 細胞活性化。20ゲーム間 G 目とレア役が合わせて3分の1かなになってるという。やったことないから、もうとりあえずやりましょう。モニターに表示して。これカットインとかあんねや。あれ？空戦しています。あ、そういうことね。G 名や、 G 名。はい。あー、なるほど、これチェニーか。やばい、よう分からへん。あー、また G 目。何、どうなってんの。増殖変異きた。今 G 引いたらどないなんの。これも出てきそうなんですけど、
ベル分裂してるし。おわ、来た。チェリーか。まあまあでも2倍だった。こう上乗せ確定やね。10。まだ7ゲーム、6ゲームある。あー、出てきた。あ、足されたんや。あ、そういうことね。これでかいでかいって言ってた。うわぁ。チーム。お役兵。いや、ちょっと待って待って、もう何起こって、何何。30。あー、あ、強制や。ちょっと待って、弱くない。ダメか、水液スパ、あれ成功してたら300なってた。ラスト G 終わりましたね。ただ増殖変異はまだある。よくわかんないですね。頭バグってくる。これあ、終わった。あ、終わっちゃった。今 G 細胞活性化期待値1600枚ぐらいあるんですけど、そんな出たかな。あ、いった。例えるなら僕あんまり AT 機打たないんであれですけど、なんやろ、振動チャンス的な、ちょっと違うかもやけど。あはい、画面分裂。とりあえず何もかもが2倍になるということで10ゲーム継続で、そこから転落抽選ね、ハズレかなんかで行きましょう。この枚数は一緒やね、13枚ね。そりゃそうや。ここでレア役とか引くとでかいんかな。さあ、はてなになりました。ここから多分ハズレ引いた時の何パーで落ちるみたいな。 G 特性処方機、まるで強い。あー、終わった。いやー、なんか微妙やったな。ラスト。はい、ということで2セット目終了。もうここだけで多分ね、1200、300メートル増えたんちゃうかな。さあ、でまたキングギドラ負けたら終わりやからね。あんま引いてないけどいけるよね。77倍でくわっ。よっしゃー、ほっ。あー、50。まあまあ最低が30なんで。いやー、おかしいなこの台。いろいろとなんかも最低100か。うわー、ベルか。うー、まあまあまあ G。 あー、30か。あ、これが一番2セット目以降で少ないゲーム。チャンスアップがあるっていうのを知ってちょっと怖なってきた。あー、光った。白7。ん？リプレイ？これリプレイで光るっけ？くわっ！よし。あ、あれが違和感か。そういうことね。レア役対応のフラッシュが来てリプレイで、まあ、勝ってますよっていう。あー、シェイクかな今。あれもチャンスアップかな。大丈夫よね。ふっ、うわ、マジで復活は
まだ分からへんね。あー終わった多分。はい、ということで5744枚、で画面はデフォルトかな。はい、まあ、これで通常時戻るんですけど、まあ言ったと思うんですけど70ゲームの引き戻しっていうのもちょっとあって、でそれでもし戻ったらこの場合はもう1回上位 AT に戻るっていうねことなんで、まあ、ここはやめない方がいいと思います。はい、ちょっとそれ目指します。めっちゃ差がつくやん、シンジ。病院行った方がいいちゃうか。いやー赤い赤いねんけど、どうなのこれ。今57ゲームなんですよ。うわー厳しいか。これ外れて全長いくパターンじゃん。当たれ。おーマジで。ちょっと待って待って、61ゲームえ、これ戻したでしょ。いきます。やば、50ゲームスタート。エヴァというよりはこちらの力な気がする。だって前回のエヴァは3敗。はい、行こうぜ、まだまだ。うわー、ここでここもいいんやね。はい、なんかあんまかけないかな。まあまあまあ、ええ音聞かせてもらった。G メン強制、これがバグるんよ。紫やねこれ。あ、そっか、強制がさらに公約変異したと。あー行くぞ、おいすげえ、なんか鳴るようになってきた。はい、からのここよ、ここ。あー打った、超えた。くっつく、やっぱいた、これおー、ここでエンディング。すみません、ちょっと笑っちゃって。神の力を手に入れた指導士と選ばれしパイロットたち、まあ、この後またキングギドラ行くんですけど、一応レア役の時に各キャラのボイスが発生することがあって、それによって設定したあります。シンジがデフォルトかな。それがレイが偶数しさ、ミサトが奇数しさ、マリ高設定さ、ジャク、アスカ高設定さ、今日でカジが4以上、カオル君は六角で、ポイスが1から出なくても2以上かな、レア役引いて。おお、はい、結局レア役は弾けなかったんで、これはまあ分からないってことかな、ボイスは。で、まあ、またキングギドラ行くんですけど、このエンディング後のバトルだけは82%になってるみたいです。
まあ 77% 通してきたからね、ずっといけるでしょう。違う意味の終わりだ、やめてよ。ほんまマジで。いや、復活あるかな、あるよね。あ、なんか光った。これ違和感予告ちゃいます？焦る。はい、よしよしよし。あで今9200枚ぐらいなんで、あと800枚ぐらい。はい、もうワンループですね。ここを通したら行くかもしれない。いやー、なってくれ。もういや怖いな、こういう時にね終わらせるプロっぽいんで。もうネタはええよ。ない、大丈夫やろね。うわっ。違和感、違和感、違和感。9728倍で終了。事実を受け止めよう。ただ引き戻しがあるんで、ゴジエバにはね、ここにかけよう。復活ないか。さあ、まんまい劇的な形でのいくよ。いや、これ強い。下パネ切れた。来たぜ。うわー、アトミックファイナルファイナルファイナル。100ゲーム。ワンチャン。なんで？戻っ、100ゲームで当たったんですけど、引き継いでる。はい、ちょっと調べたんですけど、どうやらこのなんかあの赤い帯がずっと続いて。赤い帯が出続けたみたいなんですけど、まあ、それが当たり、実戦上当たり濃厚じゃないかっていう。でさらにやっぱりその場合は引き継ぐんじゃないかっていう仮説が立ちました。よっしゃーちょっと怖いわ。お願いします。できました。50、9987いった。一瞬。はい、今ただトータルちょうど1万枚。ありがとうございます。いやー、久々の万枚。まあ、ただこれで終わりじゃないんで、もう次の目標は当然あれです。うわー、最終午後。なんか今まで勝利書き換えみたいなやつが出てたと思うんですけど、 G メで。あ、勝ち
角っていうだけかな。あここもやりたいな、ほんまに。マジか。違和感はないか。はい、11184枚。あー落ちちゃったか。こっからもう一回引き戻せるかやね。もう一回引き戻したらほんまにあるよ可能性。DDD DDD 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 行っちゃった。マンマイ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 、すいません。はい、ということでね、スマスロ、ゴジラ VS エヴァンゲリオン、新大戦終了しました。ありがとうございました。いやー楽しかった。いやーまあとにかくね、結果の方から、使用が650枚、獲得が11015枚、ということで最終プラス、1万365枚一撃、万枚で勝利です。やったぜ。はい、ということでね、まさかの万枚で、終了したんですけども、いやーもう途中ね、5000枚9000枚で一回終わったんですよね。そっからのやっぱ引き戻し、まあ引き戻し引き戻し上位 AT 行ってみたいな感じでね、まあやれたんですけれども、まああの設定の方はねもう正直わかりません。あのデフォルトが多くてね、まあ、ほとんどなんその高設定っぽいのが出なかったんで、まあ、まあって中間ぐらいかなとね思うんですけど、もうほんまこう波に乗ったらね、やはりあのゴジエヴァやれるなというとこは、まあ、お見せできたかなと、思います。で、まあ、僕も初打ちで本当にまあ分からないことばっかりだったんですけど、一言で言うと、面白い。まあこれ出たから言うんじゃなくて、まあ、その出る前の時点からね、まあ、あの前評判とかも聞いてて、まあ、今ゴジエヴァがイケてるよと、あのいろんなところがね熱いよみたいな、でゴジラが吠えたら10倍とか、まあ、聞いてたんですけど、まあ、聞いててもやっぱりそれなりにね面白いというか、いやーやっぱりあの G ね、 G の使い方、あれがいいっすね。もうあれが重なったりしたときにもうどうなるかわからないような、このやっぱパチスロのもう一番大事なとこ、どこまで出るんだろうとか、どこまで伸びるんかなみたいな、もうそういうこうね、ワクワク感を、まあ、しっかり表現した台じゃないかなという感じがしました。まあだからやっぱりその辺のね見せ方は、まあ、ビスティさん、まあ、三強さんというかね、まあ、カラクリサーカスとかもそうなんですけど、まあ、うまいなと、まあ、なんであんな1個前のエヴァンゲリオンができたんかなっていうね、まあ、すごいその差もまたすごいんですけど、とにかく今回のゴジラはいろんなところがねやっぱり脳を焼かれるポイントがいっぱいあって、面白かったなと思います。まあただその一方でね、結構へこむ人は、まあ、へこむ台はね結構へこんでるのも見たり、まあやっぱ荒い台やなと思うんで、まあ、そこだけねちょっと注意してもらって、まあ2月に出た中でもね一番評価高いと言われてますけど、ほんまその通りじゃないかなと、思います。全部売ってへんけど、まあ初打ちやしね、もう知識もちょっとガバガバでお見苦しい点もあったかもしれないですけど、まあ、あとは動画でもう見てもらったようにね、感じてもらえたらと思います。で、この動画見てね、なかなかいい引き見せたよと、まあまあやったなあいう人はいいねを、
で、なんか見苦しかったわと、ただの飯まずやんけっていう方はバッとで、あとまあちょっとね、ちょっと気になるなと、今後も頑張ってくれやって、思われる方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあもう早速ね、できるだけ早く上げたいんで、この辺で終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。